ナダのブリティッシュコロンビア州は多様な文化にあふれ豊かな生活を送ることができる地域です。ブリティッシュコロンビア州はアジアとの文化的なつながりを生かし、環太平洋地域の橋渡し役として個人間や企業間の関係構築に努めています。お互いに結びつくことで経済成長を実現し、地域社会に繁栄をもたらすことができるのです。日本というアジアというですね、国の日本という国の文化を紹介しようと思った時にですね、ブリティッシュコロンビアはアジアや日本に向けてのカナダの玄関口になっておりますし、アジアに対する理解がものすごく深いというところだというふうに感じましたので、バンクーバーブリティッシュコロンビアを選びました。あるいは学校を立ち上げる時も、普通日本だと個人で大学レベルの学校を立ち上げるというのはまず難しいと思うんですけども、このブリティッシュコロンビアの法律にはきちんとそういったものが明記されていまして、誰でも条件を満たせば学校を作ったり大きなビジネスを始めたり、そういったことが分かりやすく法律に明記されているので、非常にビジネスを始めるにあたってはやりやすいと思います。寿司がもう広まっているこの町で炙り寿司で新しいのを入れてたんですけど、それは本当に受け入れてもらえたこと、それとカナディアンのチームと日本人が一体となった素晴らしいレストランができたことが原因だと思います。ブリティッシュコロンビアは本当にもう見たら、もう来てもらったら分かるんですけども、美しい街で本当にたくさんの素晴らしい人たちが、いろんな移民の人たちがいて、最高に住むには最高の場所だと思ってます。本当にこの街が大好きです。1992年に私が来て、後ろに見えます素晴らしいデベロップメントを作り上げるために15年の歳月と、そして60億円以上の寄付金やインフラストラクチャーをバンクーバー市に提供しながらようやく完成しました。そしてたくさんの皆様にここの住宅に住んでいただき、喜んでいただいております。ブリティッシュコロンビア、そしてバンクーバーは多文化というものを背景にしながら素晴らしいビジネスオポチュニティを提供してくれていると思っております。多くの日本企業は今東南アジア等に目が向いていると思いますけれども、ここバンクーバーはビジネスのエッセンスが詰まっていると考えております。多くの機会がここの州ブリティッシュコロンビアには残されていると思います。